はいどうも、カツミンです。では今日はこちらのゲーム、ポケモン、剣盾、やっていこうと思います。今回はミツキさんと僕のコラボっていうことでね、やっていくんですけど、今回はね、ちょっと変わったバトルをやっていこうと思います。ではミツキさん、お願いします。はい、こんにちは、ミツキです。今日はカツミンさんと一緒にコラボでやらせてもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ちょっと僕の方からね、ルールの説明の方だけさせてもらいます。はい、お願いします。で今回は、全く育ててないポケモンで戦うということで本当に運んだのみミラクル交換6回で交換したポケモンのみで戦います。はい、で交換したポケモンで戦うということでルールはまあちょっと説明していきますね。はい、お願いします、はい、まず1つ目、ミラクル交換6回で交換したポケモンのみを使っていきます。でもしこちらね、ポケモンが、被るようでしたら、もう一度ミラクル交換をして、まあ、被りない6匹でやっていこうと思います。はい。2つ目、技マシン、レコード、教え技は覚えさせて OK です。まあ、それくらいしかね、覚えさせる手段ないんで、最初の初期の技でね、ひっかく鳴き声だけだったらちょっと戦いにならないんで、そこは OK です。はい。3つ目、レベル上げ、努力値振りは禁止。これ禁止です。レベル上げるのもなしです。あとダイマックス飴を使うのもなしでいきましょう。はい、わかりました。はい、4つ目、流れてきた改造ポケモンは見なかったことにしましょうそのままね、そいつももう一回ミラクル交換に流しましょうそいつも流しちゃう形で、わかりました。流しても取っといてもいいですけど、改造ポケモン、なんちゃらかんちゃら .com って書いてあるのはもう確実にもうダメなやつなんで。あ、わかりました。そいつはもう見なかったことに。はいはい。5つ目、道具は持たせて OK です。はい。でもこちら道具を持たせて OK なんですが、6匹の中で被るのはなしでお願いします。はい、わかりました。はい、このくらいかな、ルールは。はい、はい、バトル全然慣れてないのでちょっと頑張ります僕もバトルは全然育成だけしかやってないんで、育成して満足する人なんで僕。いやでも育成もするのすごいと思いますね。自分そこまで選別とかも全然なので。じゃあ、こちらのルールでやっていこうと思います。じゃあ今からね、はい、ミラクル効果の方やっていきましょう。はい。じゃあまず1匹目。1匹目。まず1匹目飛ばしました、僕も。1匹目。いや、もしかしたら、はい、美月さんのポケモンと交換される可能性もなきにしもあらずなんで。ああ、確かにそうですね。マッチしてちょうど、はい、相手のと。そうですね。僕ちなみに6匹コダック流します。え、すごい、全部コダックなんですか？そうです、全部コダックです。コダックあ、1匹目交換終わりました。まあ交換で僕のところに来た、はい、自分のところに来たポケモンは言わないでおきましょう。あ、そうですね、バレちゃいますもんね。はい、あ、交換完了だ。あー、バイバイ。バイバイ。バイバイ。こっちは、とりあえず、あれですね、ボックスの中から、まあ、割とレベル強めのポケモン、60前後くらいでやってました。あ、マジですか？マジです。一応、相手に変なポケモン送るのなんか申し訳ないなって、はい。あ、マジですか？そうですね。僕なんてレベル1のコダック6匹ですよ。レベル1。あ、でも育てがいあるんじゃないですかね。もう、厳選に使ってくださいっていうようなのしか送ってないですね。あー、いいですね。あ、2匹目も来た。イケーキングラー。イケコダック、行ってこい。可愛がってもらってこい。わあ、うわ、うわ、ちょっとこれはちょっとな。あ、可愛いの来た。うわ、おしゃれボールに入ってるやつが来た。あ、また可愛い子が。うわ、みんな可愛いやつらが来るな。可愛いやつら、こっちも可愛いやつら来てますね。いけ。あ、これはなかなか。あ、ちょっと惜しかった。あ、ちょっといいの引きました。いや、ただの夢特性持ってただけなんで。あ、なるほど。はい。送ったポケモンとまんま一緒のポケモン今来ました。おいいの来たかな、どうだろう。ちょっとこれを機にこのミラクルバトルを流行らせましょう流行らせましょう6匹目何が来るかな。あ、
あーかわいい、いやかわいいものがあーかわいいないや来い来い、かっこいい3段階目これだ、ちょっと確認しよう。うわうわー、これはどうしよう、どうしようつって、どうしようやばいやばい、これまずいな。じゃあ技を覚えさせるタイムで、はい、技を覚えさせタイムです。はいはい、じゃあ両者ポケモン出揃ったということで、はい、やっていきましょう。あー、でも1分30秒で決めなきゃいけないですね。あー、わかりました。じゃあお前で行ってこい。タダイジャかな、怖いな。タダイジャちょっと強いな、何で止めようかな止められるかな。いやでもどうだろう慣れてないのでいやでもタダイジャの特性がちょっと、うん砂吐きかな、なんだろうな。うわカード恥ずかしい。リザードンポーズ。カード恥ずかしい。悪ふざけしたやつがそのまま。わあ、対戦お願いします。対戦お願いします。あ、コロモリ。いや、これやばい。これやばいんじゃないですか。岩さん、いけ。え、やばいやばい。どうしよう。ここは、ここは安定の。では、じゃあ、これは、うわ、どうしよう。悩むな。引きます、まさか。じゃあこれでいこうかな。あ、やっぱりこっちもすみません早い、安定の、安定の、いわくの方が早いんだ。あ、いや、トモガリは絶対高校だった気が、あ、違うか、どうでしたっけね。いやー、どうしよう。じゃあこいつ、よし、カムカメ、よし、かわいい子、これがうまい、これがうまいけど、ここそんな椅子は、まあ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 、すいません、どうしよっかな、どうしよっかな、迷うな、迷いますね。あ、でもな、ここで使ってしまうか。一撃では倒せない気がする。迷うな、でもここでこれを使うか。あー、どうしよう。まあまあいいでしょう、まあいいでしょう。こっちにしよう。よし。あ、でも強い。さあ、5発当たれ。5発当たれ。止まれ。よっしゃ、3回だ。いけー。いけー。効果抜群。防御力が高いんで。よし、あ、残った、やっぱり。あ、そして木の実を食べる。木の実を食べる。いいですね。お盆の実、安定のお盆の実。安定のお盆の実。これはちょっとまずいな。まあ、とりあえず。ここで、まあ。これかな、やっぱり。当たれ。よし、当たった。じわじわ削られる。じわじわと。ああ、止まって。止まった。いけー、うーわー、カムカメのアクアブレイクが痛い、刺さる、いけー、よっしゃー、とりあえず一体、どうしたもんかなーこのまま、いやー、このままどうしよっかなー手持ちで悩みますね、悩みますね。ここはとりあえずカムカメが強いなー多分これで一発で落とせる気がしてる。お、何か秘策が。あー、かわいい。ちっちゃいものクラブだ。ちっちゃいものクラブか。うわー、ちっちゃい。これでどうしよっかな。これでいこう。あー、じゃあこれ。落とせるかな。いけ、あー、やばいやばいやばい。どうしよう。いけ、ブレイブバード。どうだ、残って。残った。残ったけど、どうしよう、ドラゴンテール。あ、やった、急所。ありがとう、カムカメくん。くんだっけ、ちゃんだっけ、忘れちゃった。あ、ミミキュだ。
なんか別のポケモンを引きずり出すみたいなやつだったんですよ、技が。そうですね、ミミック出されちゃったな、どうしよう。逆に困る。ミミック引きずり出されちゃったな。どうしよう。やばい、カムカメに苦戦してるな。どっちが早いんだろう。うちのエースが引きずり出されちゃいましたね。そうですよね、ミミック強い印象しかない。でもどれやっても1ターン目はあれだから、あー間違った。でもどうせやられちゃうからいいか。よし。効果なしのやつ1回選んじゃいましたね。あるあるっすね。あ、命の玉持ってる。バレた。うわどうしよう、ミミックか。何が来るかな。どうしよう、どれにしよう、すごく悩む、すごく悩むよ。どこでどれを出そう。うちのミニミキがゆらゆらしながら待ってますよ。すごい怖いですよね。あ、もうでもしょうがないかな、行ってこい。あ、来た、かわいい人影、頑張れ。いやでも尖った岩がだいぶ苦しい。痛いっすよね、これ痛いんですよね、だいぶ苦しいよ。これを選ぶしかないかな、とりあえず。やばい、ドキドキする。引きます。あ、やばい、引っ込めた。何来るかな。行けよ、ウッパーは。あ、ウッパーか。あ、シャドウクロー。炎思ってたんと違う。炎じゃないです。でも相性やばいな。でも言うて相性がやばいな。どうしよう。バーか。ちっちゃいもの同士の戦いが繰り広げられてますね。ですね、ちっちゃいもの同士が。でも、どうし、これはでも、しょうがないかな。しょうがないと思う。うわ、穴掘ってきた。あ、よかった、先だ。素早さが、こっちの方が高い。あ、でも当たるんすね、当たるんすね。意味ない。やばい、完全に裏を書かれた感じ。うまい。裏書いてないっすよ。書いてない。人影穴掘るなんて思ってないっす。でも確かにそうですよね、本能だから普通に。うわー、自信掘られた。誰が穴掘ると。なんか覚えたんで、あ、なんかいいな、はい、これにしようって思って。やばいっすね。じゃあこれかな。あ、出た、コロモリ。はい、ここが痛いんですよね、もう石が。だから交代あんまりしたくない。うちのウパーはもう無敵艦隊のウパーなんで。あ、強い。強くされてきた。もうこんなアホみたいな顔してますけど。ウパー、どっちが早いんだろう、わかんないな。いや、そっちの方が早いと思うんですよね。やっぱ早いか。アクロバット。やったー。待って、よし。あー、もう半分まで削った。レッドビーム。それはやばい。それはやばい。これ。でも残った。凍らない。あー、ちょっときついなー。残ったか。残ったなぁ。じゃあ、どうしよう。多分あと一発は耐えてくれるかな。くれないよな。いや、信じる。これで自分も。よし、頑張れ。削るんだ。ウパーを信じる。削るんだ。やめろー。残った。レッドビーム。残った。ありがとう、コロモリ。あ、やばいな、どうしよっかな。そんで、じゃあ、まあ仕方ないですね。そのまま行こうかな。よし。まあここは仕方ない。よっしゃー、よかった。ここは仕方ないですね。うわ、でも何が来るかな。怖いね、この待ってる時間。はい、お前の素早さは早かったっけか。うわ、素早さを計算されてる。怖い。あ、いやー、次素早さによって勝敗が決まる。
素早さな早いんだよな。コロモリ一番初めに来てくれた子ですね。マジっすか、早いんすよね。もうここはあんまりやりたくないけど、もうこいつで迎えるしかない。あー、ミミッキはやだ。ミミッキはやだ。それはもう、どうしよう。とりあえずミミッキさんの力が必要ですね。ミミッキはもう、ミミッキだったら抜けると思うんだけどな。抜けないかな。よし、抜かれ。抜かれました、やっぱり。よし。これは無理。ありがとう、お疲れ様、コロモリ。よしと。よし。いや、でもマジでミミッキュ、ミミッキュは強いですよ。このミミッキュが。いやマジで。いや、そっちにはまだサダイジャがいるんで。まあ、まだ出してないですからね、サダイジャ。いや、でもどうしようかなっていう。使いこなせるかどうかですよ。いやー、サダイジャが怖い。どうしようかなー。うわー、いやでも、これ、何出すべきだろう、わかんないな。時間制限がやばい、あと30秒。クリムガンでいいんですよ。もう手持ちバレてますもんね。いやでも、だって、でも、これ、もう出すしかない気がする。いや、来た。噂されたんで出しましょう。いやでも HP が高い。これ倒しに来られるな。これで、いやでもどうだろう、わかんないっすよ。これもう決めに来てるな。いやどうでしょうね。こっちも負けじと答えるしかないな。ここで。あ、でもミミッキュが死ぬのはきつい。とりあえずでもこれするしかないかな。あー、ゴーストダイブだ。やばい、2ターン目が。あー、アイアンヘッド覚えてるんだ、やばいな。覚えさせときました。アイアンヘッドは痛いっすよ。これ多分こいつ砂吐き持ってる気がしてならない。どれにしよう、ゴーストダイブ。でもまあそっちの方が早かったからな。いや、残りの手持ちがやばいな。サダイジャ一匹に止められる気がする。待ってて、なんとかなってほしい。どのくらい食らうの。あー、結構痛い、結構痛い、結構痛いですね。あ、やつじゃないですか。これは取れたらダメージ入んないんで。はい、一発目はポキッポキッ。怖くて可愛いミミキュ。ミミキュ本当になんかチート級の強さですよね。そうですね、こいつは強いんですよね。ミミキュ引けたのすごく運良くないですか。なかなか運良かったですね。いやでもミミキュ結構あの環境に入ってるポケモンなんで。ああ、そうですね、これはどうしよっかな、はい。悩む悩むな。いやでも自分のバトルスタイルはもうゴリ押しなんで。やばい、ゴリ押されるのはきついな。あー、引っ込められた。ドラメシア、かわいい、ちっちゃい。うわぁ。強い、急所に当たった。急所に当たった。急所に当てた。サダイジャありがとう。サダイジャが、はい、あれだったんですよ。あの、そのままサダイジャを出して、サダイジャが戻ってきたっていうか。あー、そうなんですね。そうですよ、全く同じポケモンが。あ、サダイジャ交換。サダイジャ交換でした。ここでもあの大技を使うしかない。あ、来るんですか？来るのか。それにもサダイジャより素早さが速くなきゃ実現しないっていう。でもどうなんでしょうね、サダイジャって速いのか遅いのか。でもやばいな、怖いな。もうでも
ああやばい、あ翼が早かった、早かった、やられた、やばい、サダイジャ強い、サダイジャのアイアンヘッド最強ですね。サダイジャが止められない、サダイジャが強い、あ、かわいい、やばい、サダイジャが強すぎる、やばい、あ、カツミさん、あと2体やばい、あと2体だ、でもこれちょっと相性不利じゃないですか。これまずいっすね。どうしよっかな。じゃあ一か八か。わあ引っ込めてきた。温存。わあクリムガン。クリムガンいけ。あかっこいいな。刺さった。刺さった。ほらー、いやー引っ込めてよかった。ドラゴン、さすがドラゴン。じゃあそしてこれですね。そいつに通る技はない。どう来る？これを使うしかない。お、あ早い、こっちの方が早い。素早さが早い。ヘドロウェーブ。うわー、うわー何これ？すげー雷パンチ。いやー覚えさせといてよかった。持ってる、危ない、さすが気合いのたすき。いや仕方ない、でももう一回これは、じゃあこれかな。いけ、不意打ち来たー、やばい、不意打ち持ってる、不意打ち持ってたのはやっぱり強いですね、やばい、不意打ちが強いぞ、不意打ちが強い、お、ミミキュア来た、最後の。お、これ勝てるんじゃないか。これ負けたぞ。いやー、どれにしよう。いやー、もうここはもうこれしかない。でも最後の一体なんで、してくるかな。どうしよっかな。やばい、サダイジャとクリムガンが強い。強いのが来てくれました。来たとき強いなってちょっと思いましたもん。進化が来ちゃうとちょっと厳しいですね。ですね。あー、じゃあもうこれかな。あ、やっぱり来た、ダイマックス、ダイマックス、ダイマックスだ、これが気合いのダイマックス。首折れたまま。ダイマックスちょっと怖い。ちょっと怖いですね。これがゴーストタイプ、ゴーストタイプ。とりあえず不意打ちで削って、全然耐えますね、不意打ちは。はいですね、ダイフェアリーをぶちかます。あ、これはやばい、これは一撃。よしよし、まあここまではしょうがないですね。ありがとう、頑張ってくれたな。クリムがだいぶ戦ってくれたぞ。よかった。次何来るか。次、相手がミニッキュだからこっちは多分ダメだから、やっぱりここはあれですかね。じゃあさ、大丈夫、ここはもうあの一撃で沈めに行くしか。でも素早さ高いんだよな、向こうの方が。高いんすよね、うん、そっちの方が。まあでもこれしか、これしかない。じゃあもうこれだ。こっちも、うわ来たー、こっちもやばい。耐えてくれ、ミミッキュ、お前の攻撃力を見せてくれ。頼む、耐えてくれ、サダイジャ、お前が頼みだ。うわやばい、あと1体はマジで本当に相性悪いから出せないもん。ここで頼むぞ、一撃で葬ってくれ。ああ怖い、大フェアリー、耐えてくれ、気合だ、気合で、ドーン、あ、耐えた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 、やった、や、終わった、いけー、大スチル、うわ終わったギャフー、やった、勝てた、ミミキュ、バイバイ、負けた、ありがとう。サダイジャ強かった。いや、サダイジャが強かったですね。
あ、ありがとうございました。勝利のリザードンポーズしてましたね。勝利のポーズ決めちゃいましたね、うんうん、やったー。いやー、やばいっすね。負けたー。あれ、最後のポケモンって何でしたっけ？あの、最後の一匹キバゴだったんですよ。あ、キバゴだったんですね。ドラゴンなんでフェアリーのダメだと思って出せなかったですね。確かに。出してあげたかったんですけど、ちょっとさすがに殺すためだけに出すのはちょっとなと思って。確かに。いやー、いい勝負でしたね。いい勝負でしたね。はい。あー、楽しかった。いや、なかなか熱くなりますね。これはすごい熱い戦いですね。ちっちゃい者同士が懸命に殴り合う姿。懸命に殴り合う姿ね。めっちゃ面白かったです。いや、なかなか面白かったですね。流行りますよ。これ流行りますよ。流行らせますか。流行らせましょうか。またやりましょう、これ。またやりましょう。楽しいです、これ。もう楽しいですね。またやりましょう。また次回コラボで。コラボで。ぜひ。第2回。第2回。第2回ミラクルバトル。ミラクルバトル。これは楽しかったです。今回の白星はみつきさんで。はい。勝たせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ここら辺で締めますか。はい、締めますか。はい、じゃあ、今回の勝負はみつきさんが勝ちということで。はい、僕、まあ、負けてしまったんですけど、やっぱりね、サダイじゃ強かったなっていうのが、印象ありますね。まあでも、まあ、ここもね、運も実力のうちなんで。いや、でも、ミミッキーも弾けたんで、すごいですよ、勝美さんも。まあ、そうですね、もうミミッキーは弾けてたんですけど、うん、ちょっとね、戦術が足りなかったなっていう感じなんで。技のゴリ押しがすごかったです、私は。いや、ちょっと、次回も。はい、次回があれば。はい。ちょっと頑張っていきたいと思います。では、みつきさん、お願いします。はい。本日は、かつみさんとコラボさせていただいて、本当にありがとうございます。すっごくすごく楽しかったですね。いやー、こんなに白熱するバトルになるとは、なんだろう、始まる前までは思ってなかったんですけど、もう想像の倍以上楽しかったですね。めちゃくちゃ白熱しましたね。はい。いや、本当にこの企画考えてくれた勝美さんには感謝です。いやー、どっかでもしかしたらやってる企画かもしれないけど、はい、目に入らなかったんで。そうですね、自分も知らなかったので大丈夫です。大丈夫ですか。ちょっとやってみたっていう次第なんですけど。はい、いやー、本当に楽しく戦わせてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあまた次回。次回第2回戦あるかもしれないですね。第2回戦に期待。はい、期待です。次こそは負けない。次はどんな戦いになるか。はい、じゃあ、はい、今回一緒にコラボしてくれたみつきさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ皆さん、バイバイ。はい、バイバイ。